少し上に上がるか。このくらいか。ああ、驚いたかな。これは、まああれだ。結界ってやつだ。俺たちからは周りが見えても、周りからは俺たちの姿は見えないし、干渉もできない。トレーニングのために作り出したシャボン玉の空間だ。移動の手間も省けるし、一般的な信念体系から切り離された空間だから、こういうことを学ぶ空間としては効率もいい。環境も整ったところで、早速始めたいところだが、その前に、スピリチュアルファクターとは何なのかってところから始めよう。